ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がアストンマーティンバンテージ2019年式1万6000キロジャラン車両をご紹介させていただきます。今ご紹介させていただきますって言ったんですけれども、今回ちょっとこれじゃなかったんですよね、本当は予定は。そうです、はい、はい、本当は違う車を撮ろうかなと思ったんですけども、はい、ちょっと急遽いい車がちょっとあったんで、はい、ちょっとこっち紹介しましょうということで、はい、今回勉強は何もしてございません、はい、なんでちょっと紹介しますって言ったんですけどちょっと嘘でしたね、はいはい、レース経験豊富な、サーキット経験豊富な池田くん視点で織り交ぜながらこの車を見るっていう動画にちょっとしたいと思います、はい、まあ入庫、実はまあ今回入庫したこの車も同じ個体がちょっと前1年経ってないですけども、実はうちの東京店のショールームにあった在庫車両でまた戻ってきた形なので、まあ、覚えてる限りでちょっと、なるほど、はい、説明できたらと思います。あとはアストンマーティンで結構こう台数少ないですけど、はい、車好きだったら絶対1回はこう調べたり乗ろうかなって思ったことあると思うんですよ、はい、特に例の映画を見た後必ずみんなこう検索するじゃないですか。そうですね、はい、僕もつい先月、先々月か、はい、映画見に行って全部調べました。やっぱりちょっと DBS とか、いいね、まあ、究極は DB5 だけどもう全然無理だよなあ、バンテージだったらって絶対皆さん思ったことあると思うんですよ。そうですね、はいはい、なんで今回ちょっとタイミング的にもそうですし、うん、まだ結構これ個体いいんですよね。いいです、はい、はい、まあ、装備だったり充実してる個体みたいな、はい、ちょっと順番にご紹介させていただきたいと思います。でこれまずちょっと車的にどこと皆さん比較されるのかなっていう、どこなんですけど、まあ、私のイメージ、まあ、価格帯もそうですけども、まず車のサイズとかスペック的な部分でいうとやっぱ AMG GTS か GTS とか、あとはまあポルシェの911、まあ、カレラ S とかその辺が多分、まあ、あともうちょっと行くと GTS とかあると思うんですけども、その辺がまあ一つ候補に入ってくる方が多いんじゃないかなっていうイメージを持ってます。まあ、2000万いかないぐらいでこう走りが楽しめる、はい、そんな車の中にもうバンバン入ってくる感じじゃないかなと、はい、であとはサイズ感も結構ちょうどいい感じがするんですよ、はい、まあ、割とコンパクトな方だとは思います。 MG GT よりかはちょっとこう全長が短い、はい、幅は1900ちょっと超えてるんで、超えてます、はい、まあ、ちょっと駐車環境だけは少し選ぶのかなと、はいはい、まあ、あとはもうこの唯一無二のデザインじゃないですか。そうですね、はい、もう美しい、はい、もう伝統的にこうアストンマーティンってこう流線形なちょっとこうデザインですけど、うん、特にこのバンテージこの4代目になってからなんか急にこう変わりました。さらにこうなんかこう凹凸というか増えてこうシュッとしたデザインになったなっていう、うん、あと一番は多分フロントマスクがかなりこうワイドに見えるようにヘッドライトも横長だったりとか、確かにそれでかいですね、はい、ボンネットも結構先端の部分薄かったりとか、結構デザインは斬新というか革新的に変わった気がします。ワイド&ローに見える、はい、でちょっと具体的に見ていくとこの下が黒いのがオプションというか、はい、あ、そうですね、ちょうどバンパー、そうです、グロスブラックパッケージになるので、ちょうどボディの下回りとかミラーとかがグロスブラックになる形です、はい、これ2トンになると結構印象もやっぱり違ってくるのかなって、はい、あとはそのホームページのコンフィギって言っていいのか、選択するやつ見たら、はい、結構オプション多いんですね。多いですね、選択項目が、はい、まあ、ちょっとイギリス車らしいところ、うん、まあ、結構本当に全く同じ個体なんてのはおそらくないと思うので、うん、そうですね、まあ、ちょっと詳しく紹介していきたいと思います、はい、であとこの物議を醸したこのグリル、はい、確かバンテージが出たての時だったと思うんですけど、海外のショーかなんかで、うん、このグリルでこう登場して、はい、結構こうっていう、まあ、確かに言われてみるとちょっと安っぽい、うん、特にこのメッシュの部分ですよね、うん、なんかもう見慣れてくるとまあ新鮮なんですけど、はい、まあ、その影響あるんだかないんだかちょっとこの個体が新車の時に設定があったのかどうかわからないですけど、うん、今だとあの縦横のグリルも選べる、はい、そうですね、はい、ピンがこう入っているようなグリルもあると思います。なんでちょっと他の車にない個性的なこのでっかい開口部のバンパーですけど、うん、はい、ちょっと魚っぽい、そうですね、はい、ただめちゃめちゃレーシーなこんなデザインなんですよね。だったらこの塗装じゃないですか。塗装、そうです、ボディカラーはもうぜひこれはちょっとまあ写真とか動画で伝わりにくいかもしれないですけども、まあ、私も見た中でも本当に上位に入るぐらい綺麗なこれ、ね、カラーです。カーショー、カスタムカーショーとかに行くとこういうぐらいギラギラしてる、はい、そうですね、オールペンした車とかでこういう色があったりっていうのは見たことありますけども、ちょっと純正塗装って言って信じられないぐらいのこのメタリック感というか、はい、かなりギラギラした感じの塗装、
これなんかちょっとスタイリングとこの塗装がなんかすごくバランスが取れてる気がする。そうですね、はい、これはもうプレスラインとかで分かると思うんですけど、結構光加減で少しこう青っぽく見えたりとか、まあ、青っぽく見えるというか、まあ、パールというかメタリックがこう少し青く光ったりとか、結構見え方もいろいろ変わるような感じがしますね。ちょっと他のメーカーにない感じの塗装の質感です、はい、そして早速足元を見ていきましょうか。はい、足元もこの何本スポークでしょう、10本スポーク10本ですね、はい、のちょっとこのディレクショナルな回転方向のあるホイールが、はい、これ20インチですね。20です、はい、サイズが225/40/20、はい、なんかもう20インチに見えないぐらい普通に入っちゃってますけどそうですね、はい、はい、こんな感じで、あとキャリパーなんかも、はい、なんか色が結構選べる。そうなんですよ、色は結構選択肢はあります。これ形的におそらくブレンボじゃなかろうかと。はい、こんな感じのキャリパーになってて、そしてローターも、はい、フローティングタイプの、はいはい、ローター、スリットですかね。そうですね、はい、かなり大きいものが、もう本当に足元だけでも超レーシーな。そう、スリットのローターって意外と最近見てなかった気がするので、結構なんかレーシーな足元だなとは思ってました。確かにみんなドリルド、ドリルド多いですよね。確かに確かに、こんなにもスリットでレーシーに決めた足回りってあんま見てなかったんで。なんかでもそれこもなんかちょっとボディのこの曲線と合ってる気が。で、ね、はい、であと足回りなんかもこれちょっと見えづらいですけど、はい、純正でこの直巻きのなんかもうスーパースポーツな足元になっているという、はい、なかなか結構このぐらいのスタイリングの車でもあの純正のバネってこう樽型だったりとかしますけど、はい、うすもう本当に直巻きのそのまますって交換できそうな、はい、足元になっている、はい、そして車高も今回全部ノーマルですよね。ノーマルです、はいはい、元から結構低いこんな感じに。であとはサイドのこのラインじゃないでしょうか、このダクトに消えていくこの3本のラインと、はいはい、あと屋根なんかも、はい、そうですね、なんか同色と黒が選べるみたいで、はい、今回の車は黒か。でちょっと実車よりなんか低く見えるやっぱり。あ、そうですね、はい、あとこのつながりが、はい、やっぱりかなりいいんじゃないでしょうか。だとこのミラーもこんなにそうなんですよ、横に出てるミラーもないです、はい、あれ限定車でなんかあのドアとつながってるの、なんだっけあれ、あ、ワンセブンセブン、はい、はい、ありますね。カメラマンの方が詳しい、希少な車、はい、あそこまではさすがに行ってないですけどそうですね、はい、ちょっとあれこれがすごくなったらああなるんだなっていうのがこう、はい、容易に想像できるぐらいこの流線形で、なおかつこの長いミラー、これ乗ると分かるんですよ、この長い理由が。あ、そうなんだ、はい、まあ、後ほど動画でお伝えできたらと思うんですけど、リアのフェンダーが、これでもリアのフェンダーが結構映るので、はい、それだけ張り出してるっていう感じです。これ結構ラインが自然なんで分かりづらいですけど、リアのフェンダーのこの出方がえぐい、はい、まあ、DB11 とかもやっぱそうですね。でこのサイドスカートが一直線なんで、はい、ここで見てもらうといかにここがこうグイッて出てるのか、そうです、分かる。サイドスカートもこれだからね。そうですね、このぐらい10センチぐらいありますよ、はい、ここは。だと気になるのはこのリアフェンダーがこうグイッて出てるデザインだと、はい、この後ろのその視界もそうなんですけど、こうバックした時にバックしづらくなっちゃったりとか、うん、あ、はい、車のその方向が分かんなくなるとか、はいはい、これ僕だけじゃ多分ないと思うんですそうですね、ちょっとその辺も確認してみたいとか、はい、あとはそのプレスラインが自然に消えて手の頃お尻ですよね、はい、最高すぎやしませんか。お尻はかっこいいですよね。これもうなんかコンセプトがなんかそのまま売っちゃってますっていうぐらい。いやもう本当にそんな感じです。結構モーターショーとか行くとその発売前のコンセプトカーでこのぐらいのデザインのって結構ありますけど、はい、だいたい市販車になるとこう普通っぽくなりますけど、はい、これもうそのまま。そうですね、はい、コンセプトですって言ってもわからないぐらい、うん、これも他にないんじゃないかなっていう。ないですね、もう特にこの造形がすごいですよね。あとまあテールライトもつながってたりとか、これ色気がすごいよね、はい、このだってテールランプなんかもうわけがわからないぐらい細くてこれダックテールになってるのに合わせてこう来てるのもすごいですよね。ここがこうだいぶダックテールになってる、はい、あとエンブレムがしっかり、はい、似合うんだなこういうのも、はい、いいですね。でこの逆のなんていうんですか、この流線形のこのディフューザー、そうです、あとこの控えめなサイズのマフラー、はい、これちょっと本当に4リッターあると思えないぐらいの出口のサイズですけど、はいはい、
こんなのになってて、あとこのリアのディフューザーもこれもあのガチンコのやつです、ね、はい、しっかり、はい、あの奥まで処理されてます。なんちゃってじゃなくて、はいはい、フロアも真っ平ら、はい、そしてこのフィンも奥まで続いてる、はい、この辺の塗り分けも本当に絶妙じゃなかろうかと、はい、いや美しい、美しいですね。アストン、まあ、見に来られる方やっぱみんなボディラインは美しいっていうのはもう皆さん口揃えておっしゃってるぐらいなので、それはもうどのモデルでも共通なのかなとは思います。はい、こんな感じになっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。内装はこのドアの取っ手がこんな感じでしまわれてる感じ でドアもこれちょっと若干こう上に上がるというか、はい、スワンウィングドア、はいはい、これでも意外にこう傾斜があるのに、そうですね、正面から見ると結構斜めに上がってます。そう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 、前から見るとだいぶ違いが、はい、で結構いろんなところに止まるように、はい、そして内装はもう最高すぎやしませんか。はい、このレザーに包まれて乗る、そうですね、そんな感じで、しかもちょっとレザーもなんていうんですか、他のドイツのレザーとちょっと違う感じの、はい、割とスベスベなんだけどよく見るとこう、うん、脂肪がちょっと残ってる、はい、自然な風合いのレザーで、うん、もうシートとかめちゃくちゃかっこいい。いや、いいですよね。これがなんかオプションの方の、はい、シートはオプションですね。スポーツタイプのシートになります。ちょっとこう張り出しが大きいスポーツシートになってるんです、はい、でこのステッチもなんだろう、このわざとらしいぐらい、はい、入ってるこのライムグリーンのステッチが、うん、はい、めちゃくちゃかっこいい。そうですね、この辺なんか確かいろんな何種類か確かデザインがステッチもあった気がするんですけど、はい、まあこれやっぱあるといいですよね。もうこのぐらい派手だったりステッチもこう大げさに入っててもそれなんか成立しちゃう感じ、はい、で背中のところにこうバンテージの刺繍が入ってて、はいはい、そしてそのグリーンの流れがこのセンターコンソールだったりだとか、そうですね、もう全部つながってって、はい、でダッシュボードなんかも全部、はい、そしてステアリングも、はい、これも一応オプションで、まあ、さっきのシートもそうなんですけども、スポーツプラスパッケージがついているので、はい、シートとステアリングがスポーツタイプの、まあ、D シェイプというか、まあ、結構四角に近いような形状のステアリングに変わってます。で意外なのはステアリングのステッチは普通に黒っていうそうですね、はい、だもしかしたらこう目に入るところのステッチはちょっと減らしてあるのかなっていう、はい、チカチカしないように、うん、そしてもうダッシュボードも下側も全部レザーですから、はいはい、最高すぎます。あとドアを見ていくとドアも全部レザーなんだよこれ。そうなんですよ、こう上半分レザーはあるあるじゃないですか、はい、もう全部、そうですね、下までポケットの中まで、はい、はい、取っ手に至ってもこれプラスチックじゃなくて、はい、レザー巻きの、はい、ただちょっとこうよく見るとステッチがこう曲がってたりとか、うん、そうですね、こうレザーのこうシワが均等じゃなかったりとか、まあ、それでこそアストンってまあ一世代前は本当にエンジンも含め職人がハンドメイドっていう車だったんですけど、まあこの年代でもまあエンジンはある程度こう今供給されている部品があるにせよ、多分内装とかは本当に職人が作っている部分なので、まあ、多少そういうのが味として、なんかでもそれが許される感じがするし、はい、なんかもう味として、そうなんですよ、味としてすごくいい味が出てる感じがします。はい、なんか全然マイナスな感じがしない。そうですね、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。以前東京店でご紹介させていただいてるんですけど、あのもう忘れてしまいました私、はい、そんなにさすがにちょっと改装とかでもアストンってこうやっぱり台数少ないんで、そうですね、乗らせていただく機会が非常に少ないんで、あの1年ぐらい前に多分乗ってるんですけど、はい、あの忘れてるんですごく新鮮です。もうそんな前ですか。確かそのぐらい前だったと思います。はい、そして乗ると先ほど触れたステアリングは結構こう太め。そうですね、ただ上はちょっと細いのかな、下はこのグリップの膨らみもあるんで、かなりちょっと握るところによってちょっと太さの違いを感じるステアリング、そしてパドルは結構剛性のある、はい、そうですね、金属のタイプのいいですよね、はい、操作感のあるパドルです。でこの辺スイッチが集約されてて、ちょっとこう操作感はあのメルセデス感を結構感じます、はい、もうカチッっていうスイッチの押した感じとかこう回した感じとか、はい、まあ、その辺はこのナビ周りにもつながってくるところだと思うんですけど、はい、であとはエンジンをかける前にキーがこのメッキのキーこちらになってます、はい、これが高いんですよね。高いです、意外と、まあ、前の多分ご存知の方も多いと思うんですけど、クリスタルキーって呼ばれる一世代前の鍵よりは
お安くなってるんですけども、まあまあまあ、あのびっくりするぐらい高いです、はい、ちょっとちっちゃいバイクだったら買えそうなそうです、はい、そのぐらいの金額になってる、はい、まあ、ここはクリスタルの方が良かったよねっていう方、まあ、いらっしゃるでしょうね。あれ落とすと結構欠けちゃってるのとか、まあ、ありますね、多いですよね、はい、でこれも、メインキーがメタル の, そのシルバーの部分が入ってて、新車時にまあ購入でついてくるスペアキーは、完全に樹脂のタイプです、はい、形状とかは一緒なんですけども、こんな鍵になっております、はい、そしてこの鍵でキーをオンにするとメーターはこんな感じでアストンマーティンのロゴが出てきて、左右にインフォメーションのこんな感じ、もう真ん中ドセンターにこのメーターっていうのがもうすごくレーシー、はい、はい、演出がすごい。タコメーター真ん中にあるとやっぱりいいですよね、ランボーもフェラーリもそうですけども。そしてメーターフードが低いんで、はい、ほぼこう被ってない、うんうん、ダッシュボードのこのラインとほぼ変わらず、はい、こう視界を本当に妨げて、視界もさすがにこの天井の低さ感じますけど全然悪くない。こうフロントガラスの傾斜とかすごく感じますけど、そうですね、前はそんなに悪くないです、はい、そしてナビ周りはこんな感じで出ました、メルセデス、はい、はい、いい意味でいい意味で、はい、はい、ただ世代は1個前の、そうですね、そうなりますですよね、はい、メルセデスになる、システム的にも1世代前になると思います、はい、ただ信頼性はバッチリ、そして、まあ、この辺の表示もおなじみなんで、はい、ただ車はちゃんとバンテージになってる、はい、うん、こんな感じです。で装備的にも結構充実してて、まあ、今ちょっとかけてないんで360度のカメラ出ないですけど、この辺はちょっと乗ったらちょっとご紹介させていただきたいと思います。そしてあとエアコン周り、この辺のボタンの多さ、はい、今とにかくこうタッチパネルになってたりとかする中、はい、このわざとらしいぐらいの、はい、ボタンの多さがすごくいいです。そうですね、コックピット感が半端じゃない、はい、でちゃんとこう左右こうシンメトリーなこのデザイン、はい、このボタン最高です。で細かく見ていくとベンチレーションも今回の車は、そうですね、そこが結構重要でベンチレーションしっかりついてます、はい、シートヒーターも当然ついてる。でエアコンも非常に分かりやすい、はい、デュアルゾーンのエアコンになっております。あとロックだったりこの辺がついてて、あとはシフト関係、はい、スタートボタン、そしてこの辺が、まあ、細かいナビ周りだったりとか、はい、のボタンになってきます。でここは何もないけどレザーがこんなおしゃれに張り込んであったり、はい、でここが2パッドになってる、はい、しっかりここもステッチで、はい、膝が当たるように。そしてドリンクホルダーはこれは確実にこう置いたら倒れますねそうですねちょっとまあ位置的にも、うん、あれですし、ちょっとこのサイズも怪しいですね、はいはい、あのペットボトル置いたら飛んでくんじゃないかなっていうちょっとホールドの悪い、はい、そしてアームレストの中はこんな感じで、はいはい、少しだけ、あ、一応 USB が2系統と SD カードがついております。そして肝心のシートの方はだいぶホールドいいです。あ、はい、そうですね、多分スポーツシートはだいぶ変わると思います。背中のホールドもかなり、あと肩も、はい、ショルダーかなり出てるんでだいぶいい感じです。で調整も、あ、え、調整がアストンは左なんですよ。失礼しました、はい、カットお願いしますカットしてくれないんだよねこれね、はい、調整がこっち側で割とスタンダードな、はいはい、どんくらいですかね、 8way ぐらい、そうですね、はい、そのぐらいの調整の、はい、これも反対側もそうですよね、同じです、はい、はい、なっております、はい、誰ですかこことか言ってるの、そんなないですよね、はい、でも結構やっぱみんな迷うとこですよね。失礼しました、はい、そしてペダルは一応ラバーですけど両ベースがあれなのかな、ステンレスなのかな、はい、はい、こんな感じのレイアウト的には、まあ、フットレストちょっとちっちゃいですけど意外に普通、はい、イギリス、イタリアだとちょっとペダルレイアウトちょっと変わってたらどうしようと思ったりするんですけど、意外に高さもレイアウトも普通、そんなに違和感はないです、はい、足元もそんなに極端に狭くない。そして上に行くとスエード地のこのピラーと天井とバイザーもこの、あー、これ最高です、はいはい、このミラーもちゃんとメッキの枠がついてて、このスッっていう高級感が非常にあるバイザーとミラー、そしてこの金具もちゃんとメッキになってるんですね。そして後ろはこのスタイルなんで割とこう
広いというか、はい、はい、ミッドみたいにここがこう閉じちゃってないんで、割と後ろ開放感が、まあ、ツーシーターなんで後ろはそうですね、はい、使えると思います。で背中側に少しだけスペースがあるんで、はい、まあ、コートを置いたりぐらいはできるんじゃないかなと、はい、でリアの視界は、まあ、そんなに広くはないですけど、まあまあ十分見れる、はい、こんな感じの視界になっております。じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランクはこれ外からボタンとかはなく、はい、ドアのところかリモコンか、そうですねって感じですよね、はいはい、で開けるとこんな感じで割と広 い、うん、広い気がします。そしてこの仕切りを、はい、倒せば、はい、ゴルフバッグもいける説が、はい、いけますよね、はい、これ1個あったら横で、あ横、あこれでも取ればもしかしたら、あ入るかもしれない、手前も入るかもしれないですね、はい、もしかしたらちっちゃいのだったら2つ入るかもしれない、はいはい、結構それぐらい広いですね。検証が雑なのはご了承ください。ゴルフバッグが東京でちょっとちょうどいいのがないもんで、はい、そしてこの下とかはないんですよね。下は確かなかったと思います。なんでもう見えてる部分だけの収納ですけども、はい、意外に悪くないというか、はい、なんかスーパースポーツだとどうしても多少その辺犠牲にしてるイメージありますけど、うん、はい、あとはやっぱりこの辺の作りとか、うん、レザーと、はい、スウェード地になってて、ちゃんとこっちもこのカーペット的なものが貼ってあったりとか、はい、だって取っ手だってこれだよ。だってそうなんですよ。いいよね。だから安っぽさっていうのはあんまり感じないですよね、うんうんうん、本当に上質な感じが伝わってきますね。色気の車だと思います、はいはい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います、はい、ボンネットが助手席側のもう明らかにこうメルセデスと同じ部品でしょっていう赤いレバーを引いていただくとまあ分かりやすいですけども、はいはい、あります。解除されて、あここがこんな感じで、はい、他のと違ってこうなんていうの、そうなんですよ、チルトカウル DB11 とか DBS になると、はい、この逆ですね、チルトになるんですけども、バンテージはこの通常の、まあ、ガバッと開くタイプですね、まあ、十分普通じゃないですけど、ね、まあそうですね結構開いてますからね普通の車でいうとこのフェンダーまではい、そうですね、はい、マカンとかあんな感じでこうガバッと開く、はいはい、そんな感じですけども、このエンジンの方がこれがもうメルセデスから供給されてる、そうですね、定番の63に積まれてる、はい、おそらくまあ GT 系 GT とかと共通の部分多いんじゃないかなって気もしてます。もしかしたら177じゃなくて178かな。でも178って GT 専用なんかな、うん、すると多分177かな、うん、もしかしたらなんかちょっと手が加えられてるかもしれない、はい、まあ、63系のエンジンですよね。なるほど、はい、専用のものが積まれてると。であとはフロントのこの剛性感がこう見た目で伝わってくる、はい、このどでかいターバーと、はい、あとよく見るとここまでが、まあ、いわゆる普通のこうパネルを合わせたフレーム、うん、はい、一般的な車の、はい、でここから先のセクションに関しては、うん、この鋳物のすごいですよね。このキャストのこの足回りのセクションがそのガッチャンコしてある、はい、これはあんまり他の車で見ない。うん、本当レーシングカーみたいな作りにちょっと近いかもしれないですよね。だからフロントのこの剛性感多分すごいんだろうなっていうのがもうパッと見てわかる、はい、だからこの下までもその鋳物のこれと同じ一体もののやつがくっついてる感じですよね、はい、でもそこにもうこの前回りのこのパーツがくっついてるっていう、はい、そういう感じで、このフェンダーなんかもこのファイバー製の非常に強度があるというか、はいはい、しっかりしたもののこんなのがついております、まあ、これもちょっと本当最後じゃないかなと、はい、うん、そうですね、最近12のファイナルエディション、はい、なぜかファイナルエディションっていう、はい、ちょっとあれでもしかしてと思ったんですけどあんまりこうずっと残っていく、まあ、もちろんその車は残っていくんですけど、はい、ガソリン車やっぱり作れなくなってくるじゃないですか、うん、そうすると今結構こう買い時であり、はいはい、今買うべき一台なのかなっていうのをちょっとそうです、ね、思いました。続いて天童周り見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。お願いします。よいしょ。めっちゃ前になってる。ポジションが最高なんですけど。ポジション合わせやすいですよね。ちゃんとローポジで、僕が大好きなこの、分かる？ここより肩を下にした。はい。いや、アストンってめっちゃシートポジション低くできるんですよ。いいね。はい。本当だ。結構低くなります。めっちゃ低い。逆にだから、あ、でもちょっと前は上げておきたいな僕ぐらいの身長だと結構ダッシュボードが高く見えるぐらい。でもこれ横例えば並んで、はい、ここ窓から顔だけぴょこって頭だけぴょこって出てると、はい、めちゃめちゃレーシーでかっこよくない？確かにそうですね。でなるべくこうやって乗りたい、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、OK ですね。はい、はい、一回乗せてもらってるんですけど完全に忘れてるんであくまで今の Now の僕の感想を、はい、前のと見返してこいつ違うこと言ってんなっていうのは言っちゃダメです、はい、あくまで今の僕の感想を、はい、あとは帰り道はちょっと池田君のタクト経験豊富な池田君の僕の方でじゃあちょっと乗ってみます。もうアストンといえば走りですから、はい、ちょっとそこをうわこのウィンカーの音最高ね。ウィンカーいいですよね、音ポクポク言ってんの、はい、うん、ちょっと行きましょう、はい、でちょっと中で紹介するの忘れちゃいましたけど今回の車はプロジェクションが前回り、はい、あとフロントガラス貼ってるってことで、はい、フロントガラスちょっともう傷が結構出てきてるんで、うん、そうですね、ワイパーの傷そうですよね、ちょっと張り替えたいなっていう、はい、あれこんなんだったっけなめっちゃ運転しやすい、はい、いや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 、どこから説明すればいいでしょうか。あとあれですよね、はい、さっきちょっと車両紹介で伝えきれなかったんですけど、インテリアラグジュアリーパックが入ってるので、はい、このエアコンの吹き出し口だったりとか、はい、要所要所でブラッククローム風に、はい、そういうのが入ってます。ですね、もう一言乗りやすい。ああ、そうですよね、めっちゃ乗りやすい、はい、強いられてる感じがないですね。あとは全てになんか程よい操作感が、あ、はい、ステアリングも切っていくとこうある程度こう抵抗が増していく感じ、はい、だすごい操作してる感じが、うん、ペダルも、はい、でまたこれちょっとこの四角っぽいハンドルどうなのかなと思ったけど、うん、やっぱり乗ると違和感なくスッと入っていける。そうですね、多分上も結構まっすぐなので視界確保されてるのかななんて思ったりします。あ、ブレーキはですね割とこうしっかり踏んでって感じですね。はい、はい、動力ずっと一緒じゃない感じがしました僕、うん、パッド変えてんのかな。変えてないよね。変えてないと思います。アストンってでもあれですよね、結構こうグッて最後止まる時も効いちゃう感じなので、初期制動とこうグッて踏んでった時にこの制動力がちょっと一定じゃない感じが、はい、はい、視界どうですか。ミラーの方先ほど紹介しましたけど、いやめっちゃ見やすい。結構フェンダー見えます。見える。これどのぐらいだろう、普通の車より10センチから7、8センチぐらい外に行ってる感じですかね、イメージ的には。ミラーそうですよね、めっちゃ見やすい、はい、だとフロントガラスさっき中でも言ったけどちょっと傾斜は感じるけど、はい、十分な視界。そうですよね、だからランボみたいに狭いなっていう感じはしないです。はい、さすがにバイザー倒すと、はい、まあ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 ってだバイザー倒すと全く見えなくなる車とかあるからね。ありますね。うわ一体感すご、はい、で今ステアリングにあるスポーツモードのボタンが右と、はい、あと左のボタンが足回りのダンパーの調整ができるんですけど、右で今スポーツモードだとバルブが閉じている状態で、はい、スポーツプラスとその上のトラックモードでバルブが開くっていう感じですね、はい、1回ずつこう切り替わっていく感じですね、はい、うわうわ音が一段ギアも下がって早っ。あ、トラックもこの上に
そうです。やばい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 。これはダメなやつです。ただ私アストン、まあ、DB11 とか、はい、DBS のスーパーレジェラとかちょっと販売してきてるんですけども、結構お客様に言ってるのが、これ乗ると分かるんですけど、足回りの方のもう3段階あるんですけど、足回りは一番コンフォートで乗った方がいいと思います。動く、結構変わるんですけど、やっぱ硬いんですよ。なのでまあコンフォートの方が街乗りはいいかなっていう感じです。結構さっきずっとこうコンフォートで乗ってきましたけど、それでも割と硬さ感じます。はい、結構まあライバルというか、まあ同じような車で AMG GTS とかあると思うんですけど、 AMG GTS よりはコンフォートだったら柔らかいかなっていう感じはするんですけど、 AMG GT はね、あの2ドアのやつ、はい、もうびっくりした硬すぎてそうですね、それもここ、まあ、アストンに関してもまあ一番上まで足回り引き締めるとやっぱりそれぐらい硬くなるので、でもまあまあ全然乗れるレベルのコンフォートだったら、はい、はい、ちょっとじゃあスポーツにしましょうか。はい、はい、え、全然乗れちゃうよ。そうなんですよ、意外と。ただこれ僕が一番思ったのは高速道路の継ぎ目ですごい変わるんですよ。うん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 、ちょっと変な話、こうカーブの途中とかで高速継ぎ目あったりするじゃないですか、横に飛んでっちゃうんじゃないかなって思ったぐらいだったので、ちょっと細かい路面のニュアンスぐらいだったらそんなに大差ないけど、はい、全体的に硬くなってるのはもうステアリングとお尻から伝わってきます。そうですね、お尻のとこがちょっとやっぱ硬くなった感じですね、はいはい、またこれおしシート絶妙ね。はい、なんかもう車の動きが絶妙なニュアンスでお尻に伝わってくる。そうですね、シートも硬くないですよね。シートの剛性感というか、その素材感とか重要だよね、はい、重要ですね。車の動きが GT のパフォーマンスシートとか硬いので、うん、車の、あ、ごめんね、信号なかった。そうだよね、パフォーマンスのシートめっちゃ硬いよね。硬いです。だからそれに比べると本当に街中で全然乗れる車な気がします。このバンテージそのままトラックに、はい、硬くなります。いやでもそれでもなんか GT より自然な動きな気がします。ああそうです、ね。ああでも結構硬いな。そう硬くなるんですよ。うん、確かに。逆に言うと多分まあ元々足回りは割とこうコンフォートというかそんなに硬くない方だと思うので、この違いが結構3段階ですけど意外と分かりやすくていいのかなっていう感じします。ちょっとあのサーキットとかワインディングまで行くとここの調整の幅で足りるのかどうかちょっと僕には全く分かんないところですけど、はい、街乗りですごくこう幅広く対応できそうなセッティングになってる気がします。はい、トラックで本当にサーキットまで通用するのか全く僕には未知数ですそうですね、はい、こんなに良かったっけ、びっくりした。そうなんですよ、ワンテージ乗りやすいですよね。あ、トラックはやっぱりさすがにコンフォートでスポーツプラスぐらいが、エンジンスポーツプラスぐらいが、はい、ちょうどいい気が。じゃあ少しだけいいですか。はい、うわめっちゃパワフル、はい、しかも全然音が違うね。はい、変わるんですよ。メルセデスの63と同じこう何て言うのかな、雰囲気の音はしてるんだけど、もうちょっとなんか乾いてるというか。そうそうなんですよ、メルセデスよりは乾いてる音しますよね、うん、メルセデスもっとなんかドロドロなんか V8 っていう音で、はい、そうなんですよ、少しこもった音な感じだけど、うん、これなんかすごく後ろから音感じるし、はい、乾いてる音が。そうなんですよね、マフラー穴のパイが細いからとかそういうことわかんないけど、多分そういうのももちろんあるでしょうし、多分パイピングのレイアウトなんかもしかしたら若干違うのかもしれないですね。あとフロントの接地感すごいね、やっぱりこれ。はい、これは名車になるんじゃないでしょうか、なってくんじゃないでしょうか。もういや本当そうですね、まあ、歴代の車みんなこうね、アストンマーティンはね、まあ、電装系がやっぱメルセデスのものが入ってきてるのはちょっと大きいかなと思ってて、やっぱりあんまり言いにくいですけど、世代がこう前の世代って結構ナビゲーションの不具合というか、やっぱちょこちょこ入庫があるので、そういう部分では少し電装系が安心できるのかなっていう。確かに
信頼性もすごくアップしてる気が、はい、いいよこれ。でも面白くてバンテージだけ、うん、だけなのかな、そうですね、 DBS と DB11 はこの辺りのあのレイヤーとか全然違うんですよ。もっと、あ、そうだっけ。そうです、あのシフトのこのスイッチがもう少し上にあって、うん、まあ、横吹き出し口もそうなんですけども、ここにこう横並びにこういったオーディオのボタンとかがないんですよね。あ、なのでちょっと最初バンテージ初めて乗った時は探しちゃいました、ね、なるほど。結構ねドイツなんかだとドイツ車はもう全部基本的に車何乗り換えてもレイアウトが一緒だったりするから、はい、戸惑わないけど、DB11 とかだとこう横並びにシフトのボタンがあって、うんうん、ここはまあパネルみたいになってるんですよね、うんうん、ちょっとその辺の違いはあります。なるほど。いやー、あ、でベンチレーションとシートヒッター、シートヒッターベンチレーションですね。確かにでもこのレザー満載だったら両方欲しいかもしれない、はい、この辺は欲しいですね。めっちゃ涼しい。結構早いですよね。しかも腰のところに感じます、はい、風を。これ吸うやつ、出るやつ、確かね出るやつかな、まあ、出るやつがあるのかどうかわかんないけ どお尻がめっちゃ涼しい。冷たいですよね。めっちゃ涼しい。あ、分かりやすい、覚えちゃえば多分分かりやすい操作系ですね、うんうん、まあ、使うのは基本的にこのダイヤル関係と、はい、あとロックとかまあまあたまに、そうそう、ロックとルームランプが違うっていう感じ、あとカメラちょっと見てみましょうか。はい、わ、意外に画質が、はい、はい、まあまあメルセデスってよく見るような感じです、はい、あれでもメルセデス画質解像度高くない、気のせいかな外だからですからね、明るいからってなりますから、ね、いや、つい最近レンジスポーツ、はい、撮らせてもらったの、はい、レンジスポーツとか、まあ、レンジローバーもそうだけど、ちょっと1個前のだと解像度が、あ、一応360度のカメラついてるんだけど、ね、ちょっと画質がっていうのをちょっと結構あったんですけど、はい、これ全然普通に今の、ね、見劣りしない。レンジもあの辺も後期だといいですけどね、うんうんうん、前期だとね、うん、画質が、うん、ちょっと時代を感じるなっていうまあ全然十分使える範囲ではあると思うんですけど、これちょっとね、質感はやっぱいいですね。イギリス車レザーがいいっていう方結構多いので、いいよ、いいし、もうなんかもう007に出てきたもので全部揃えたくなるよねそうですね、ゲートスーツと、あー、そうですよね、007といえばアストンみたいなとこありますよね。あれ、バンテージが出てくるやつはないよね。バンテージは確かなかったですね。ないよね、はい、でも、もはやいいです、バンテージ。いや、でも本当に出てこなくてもいや、もうだって、もうそこをゴールを言えば DB5 なわけだね。そうですね、はい、DB5 はもうやっぱり、うん、もうそれは無理なんでもう博物館級の車になっちゃってるんで、はい、いや最高。この先に、ちょっと欲しくなりました。踏切があります、うん、いいね、マジで。いや、いいですよね。で、この方からメルセデス色が強くなったじゃない、はい、これって、わかんないよ、僕このアストンマーティン界隈に置いてるわけじゃないんでわかんないですけど、はい、これっていうのは世の中的に受け入れられてるの？でも、あんま気にしない。意外と DB11 とかすごく、まあやっぱ問い合わせ多い車種、うん、まあこのバンテージもそうなんですけども、やっぱり今までのアストンがその要は職人が手作りしてるじゃないですけども、うんうんうん、やっぱそういうイメージがあって、それがいいっていう方もいれば、やっぱりこう乗りやすくなって信頼性が高まったこのモデルがいいっていう人もいるので、あ、まあ、逆に言うとこういい感じに分かれてるのかなっていうイメージはあります。お客様から結構その、あ、メルセデスなんだとかって言われることはあんまりない。もう本当にただやっぱり12気筒の NA のエンジンが好きな方とか、なるほど、アストンって結構やっぱそういうこだわり持ってる方がすごく多いので、うん、そういう方にはちょっとやっぱり今のこのバンテージだったりとか DB11 とかは昔とちょっと違うよね。そうなんですよ、検討に入ってない方もいらっしゃいます。なるほど、なるほど。ただ逆にその世代のアストンを
あまりこう見てこられなかった方は逆に今のこういうバンテージとか DB11 にすごく目がいってる方が多いので、もうミーハー土屋はもう全然ありですそうですね、はい、いやでもいい意味でアストンらしさも全然残ってると思うので、いやでもねちょっと古いのを見てみたいっていうのもあるな。あ、そうですね、うん、入庫したらちょっとじゃあまた紹介したいですね。そうですね、だって言ったらあのうわフォードと近しい時もそんなに詳しくないですもん。あーでも私もそこまで行くとそうですね、あんまり詳しくないですね。だから3代目があのフォード製の V8、 はい、はい、まあ、V10 にもありましたけどバンテージであります。触っとくの忘れました僕そうなんですよ、ちょっと踏んでみますね、はい、うわ早っ。早いです、さすがこのモンスターマシンを涼しい顔して狩る男それが池田くんです。池田くんどこまで行ったのレースは。でもフォーミュラー入門カテゴリーとかなのでそんなに、あ、そうなんだ、成績としてはそんなになんですけども、いやいやでも一般人フォーミュラーやったことありますっていう人なかなかいないと思うよ。あ、そうですよね、まあだからモータースポーツってまあカテゴリーでそのまあどこからがプロとかっていうあれではないので、うん、なるほどな。これでもいいですよね、パドルニュートラルがついてるんで両方引くと、あ、なるほど、ニュートラル入ったりとか、いちいち押さなくてもパドルでギアが入ったりとか、まあ、スーパーカーらしい感じですよね。さすが、いやでもちょっとそのサーキット経験はかなりその一般道とかその車、やっぱりこういうちょっと土牛の車を乗るのにかなり経験として役立つと思います。まあそうですよね、まあ、あんまりこう大パワーの車ってこうめったやたら乗る機会はないですけども、うん、ただ私もまあ前職とかでも、うん、あのこういうスーパーカーというか、まあ、いろんな車を乗せていただく機会があったりドライビングインストラクターやったりってあったので、まあ、それはやっぱり生きるのかなっていう、いいな本当にこのレザーちょっと高級ないよねあんまりね、はい、ただ一個、まあ、残念な点で言うと、はい、アストンマーティンは、まあ、バンテージに限らず、はい、グローブボックスないです。あ、はい、車検証どこにいるよっていう、確かに、はい、まあ、大体皆さん後ろあれ全部ないよね、あるのもあるの、私の記憶だとなかった気がします。少なくとも DB11 とか最近のモデル DBS もそうですし、この1個前の世代のバンキッシュ S とかもなかったと思う、バンキッシュとかもなかったと思う。そうだよね、はい、逆に何が入ってるのか気になっちゃう。そうですねだからやっぱり車検証とかになってくると後ろにまあ皆さん置かれてるか、もしくはトランクの中に置く方が多いですよね。後ろもこのシートの後ろもほとんどないですもんね。はい、いやいいな、バンテージはまああれですよね、レースシーンでもまさに今現役で活躍しているモデルなので。あれ出てるんだっけ。出てます、スーパー、国内だとスーパー耐久シリーズとか、まあ、スーパー GT で1個下なんですけど、あ、なるほど、まあ、そういうとこでもGT4 っていう企画でバンテージ作られてるので走ってたり、あとはまあ GT、 スーパー GT でも確か GT300 とかに走ってたと思います。なんで現役のバリバリのモデルですね。全くチェック、ノーチェックです失礼しました、はい、だからね、そういうフィードバックは多分いっぱい詰まってると思いますよね。でも足回りとか見てもね、もう本当に市販車から来たやつじゃないなっていうのは、もうそうですよね、レーシング直系だなっていうのは、作りはそんな感じしますよね、うん、まあブレーキのフィーリングが先ほどもちょっと均一じゃなくない、ちょっと分かんない、僕の素人レビューなんで、まあもちろん踏んだだけ聞くとは思うんですけど、うん、なんか初期精度が強すぎるのか、はい、それともなんかその中間のやつがちょっと弱いのかわかんないですけど、なんかちょっと均等じゃないなって、はい、アストンってでも結構あの軽く踏んでるつもりでも結構ククッてこう引いちゃう感じなので、でもうちょっとスピード出してギュッてこう踏むのにちょうどいいのかなって。そうですね、結構だから優しく止まろうと思っても意外と最後止まり際がギュッてなっちゃったりするので、フィーリングはね本当にパッドとかそのセッティングでも
ランボなんかは結構スススってこう慣れないと最初、ね、行っちゃったりとか、まあ、前回のマイバッハなんかもまだ味付けがそういう感じですね。そうね、そうね、そうね。かと思えばミニなんかもガクってなるぐらいこうブレーキが効いたりとか、はい、まあ、BM 全般そんな感じ。そうですね。ただ全然普通に使えるレベルの、はい、まあ、ツーシーターが大丈夫な方であればすごく楽しんでいただける車だと思います。あとは当然この辺のスーパースポーツですから快適装備に関しては、はい、まあ、今時のその快適装備はほぼない、はい、例えばそのブラインドもついてないですし、はい、ACC もないよね。 ACC も、はい、ないです。ないですよね、はい、あ、一応あるか、ごめんなさい。 ACC あるの？スピードリミットが、はい、はい、アダプティブじゃないのかな。レーダークルーズ、メルセデスのレーダークルーズですね。あの普通のクルーズコントロール、クルーズコントロールですね、はい、それぐらいなもんで、まあ、あと今多分ちょっと動画で、はい、音入っちゃってると思うんでお気づきだと思うんですけど、アストンマーティン結構多いのがこのパッコーナーセンサー、うん、誤作動がちょっと多い。それはプンプンプンってなってるんだ。そうなんですよ、うん、周りに特別何もなかったりとかするんですけども、うんうんうん、反応してたり、まあ、距離が障害物と距離があっても結構敏感になってしまったりとか、あのマセとかもね結構ねありますね。グランツとかも一年中なってるイメージ。そうです。ただこれに関してはちょっと一概に、まあまあ車もそうなんですけども、あとはまあ個体によってはプロテクションフィルムがまあコーナーセンサーとか貼ってあったりするとそれでも起こりうるので、なるほど、ちょっとまあポチッと押してもらえば。そうです、今私オフにしちゃったんですけども、はい、オンにすると意外と。でも走行中必要ないから別にその狭いところ以外はオフっていうのは全然ありの使い方じゃないかなと思うんですけど、いいんですよ、かっこいいんだから。はいもうこれはそれに尽きるんじゃないでしょうか。そうですね、うん、ちょっと最後禁断のトラックモードにちょこっとしてます、はい、じゃあケツ振りながら東京店にピットインしてもらうでもあれですよね、本当にスポーツプラスとか、まあ、まあ普通のスポーツモードでもそうですけど、はい、このパワーだと本当にお尻は滑っちゃいますね。そうだよね、はい、トラクションコントロールはオフできないと思います。車両メルセデスと全く一緒な感じで。そうですね、はい、イージーエントリー、いやーいいなー、音乾いてていいっすよね。いい、うー、うん、早いです。結構あれですね、ブーストっていうかターボも下からしっかり効いてくるんで吹き上がりが早いですよね。あと今回の車はドライブレコーダーも、はいはい、装着されてると。ちょっとなんかこういうこうもう本当芸術と言っても過言でない車が1台欲しいですそうですね、一生持ってる車、私も買えるなら欲しいです。なんかもう今しかないなって思う、うん、なんかもうそれこそ僕免許取った時は別に車どんどん新しいの出て良くなって、でも今もう免許取ってから20年以上経ってますけど、はい、なんか新しいものが必ずいいと限らない、うん、そうですよね、時代になってるじゃない。なんか古いものに逆に言うと少しこう、そう、良さを感じてしまう人が多いかもしれないですよね、うん、なんかまあいろんなことがこう重なって、でうちのカメラマンがまあその持ってるあの911のマニュアル、はいはい、もうあれは墓場まで持ってくって言って。ああ、いやそうですよね。でもちょっとそういう車俺も欲しいなと思って、うん、いやもうこれ一生乗るんですみたいな。いや本当にそうですよね。池田君もあるじゃないですかもういや乗るかどうか別にして、いやこれは一生持っとこうみたいな。まあでも本当に今は全然手放す気ないですね。もう言うてもあれも私乗ってるのもまあ、まあ言うても国産車ですけども、うん、でももう20何年目だ、27年ぐらい。でも今やスーパーカーと肩を並べる価格じゃん。いえいえ、そこまで行ってないですまだ。
でももう新車、いやだって1000は余裕で超えるでしょ。だって状態がすごく良ければですね。いやでももうだって下がる要素がないんだもん。だって下がる要素はないんじゃないかなと思って結局手放せないで、ね、でしょ。だってもう売ったらもう一生買えないなと思うじゃん。あ、買えないですよね。私ももうなんか距離とかやっぱもう年数経ってるんで、うん、箱買いじゃないですけども、うん、考えたんですけどもう買い直せないでしょ、はい、だそう考えるとさ、なんか今結構まあ高いのもあるけどいろいろ選べるこの時に、はい、なんか一生持ってたい車ってなんか欲しいなと、うん、そうですね。まあちょっと具体的なお話はできないですけど、うん、これ乗られてた前のオーナーさんもまさかの次の車なので、なるほど。まあ年式がねこうやっぱ下がってっていうか少し逆に前のそのバックしてやっぱそういう希少なお車とかを乗られてたりとか、だから今なんかすごくね全部こう出揃ってる感が感じますご市場に、はい、そうなんですね。もう本当になんかこうちょっとこう環境に配慮したのからめちゃくちゃこうもうそういうのまるで無視してこう、うん、そうですよね。完全趣味の車みたいのから、まあ、だからそれこそ東京店も、まあ、以前ご紹介した 8C とか、うん、だからそういうあの辺もね本当に一生ものの気がするんだよな。ネオ、はいね、クラシックとかもやっぱ注目が集まってる中でこういう現代のモデルも肩並べてるので、いやこれしかも現代だけどちゃんとなんかこう揃ってるというか、はいはい、うん、そうですね。なんか技術的なものしかり、もうエンジンもこの、まあ、それこそもう昔に比べたらもちろんそのターボもついちゃってとか、はい、まあ、いろんなその技術がついてきてますけど、うん、 そうですね、それでもまだこの大排気量だし、はい、味のあるエンジンだし、ね、乗りやすさはだいぶもう良くなってるので。でも本当それで言うとアストンってあれですね、やっぱり一番大きく分かれるのは多分エンジン、うんうんうん、前の世代は12気筒の NA なので、うん、今はもう12気筒があってもターボなので、そこはね、そうですね、多分好みが分かれちゃうとこかなとは思ってます。でも次が想像できますか池田君。私は想像できないですもん想像できないしあまり想像したくないですよ、したくないよねだからもうあと数年なのかなってちょっと思っちゃったりもしますね。そうなんだよ、そうなんだよ、車が出てくるのはこれかな、昔はこの値段で買えてたんだよっていう時代が来るのかなあれちょっとあれこれデフが効いてんの。いやいやいや、そういうわけじゃないです。え、なんでタイヤ、タイヤがカットで、はい、ゴリゴリゴリデフが効いてるかと思っちゃったグギグギグギってでも本当にいい車です、乗りやすくていい車ね、はい、あと軽いですね意外と。あー、なるほど、車が軽く感じます。軽いは正義ですから、はい、はい、いやちょっとね、でもアストンって聞くとなんかこう、あ、なんかちょっと敷居が高く感じてる人も多分結構、うん、そうですよね、少なくないと思うんですけど、はい、もう特にこの4代目に関しては、はい、本当にびっくりするぐらいこう、うん、スッと入っていけて、そうですね、乗れる。911とか AVGGT とかもし検討されてる方がいたら一つちょっと候補として入れてもらいたいかなって思いますね、うん、多分良さ伝わると思うので、うん、そうね、この手作りっていうのをちゃんとこのね頭で分かってれば、そうですね、はい、まあ本当世代、今のこの世代のアストンは信頼性上がってるのでいいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけれども、はい、こちらのお車実はあの下取りで、そうです、はい、あのよく買い取らせていただいた、はい、ご利用いただいているお客様からまた別のお車をお乗り換えということで、はい、そうなんですよね。なんでまあ買い取りだったり下取りも、はい、ぜひぜひお願いします。ご相談いただければ結構こういう、はい、決まってる車とか、はい、特殊な車も、ね、はい、東京店しっかり買い取りできますので、はい、まあ、お気軽に池田君までご相談ください、はい、というわけで今回はアストンマーティンバンテージをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。